広島刑務所中国人受刑者脱獄事件とは2012年1月11日に広島刑務所から中国人受刑者が脱獄した事件である受刑者が殺人未遂で収監されていたことから警察庁が特別指名手配をした中国籍受刑者の男性は窃盗を繰り返していたが2005年5月に岡山県岡山市内で職務質問を受けた際に 警察官に向けて拳銃を発砲したため逮捕され、殺人未遂や銃刀法違反などにより、岡山地方検察庁に起訴された。岡山西警察署で交流中の2005年6月には、逮捕時に受けた足の傷を治療するため、病院に行く際に、警察官の隙をついて、護送車両を奪い逃走する事件を起こしていた。 一連の罪状により裁判で懲役23年が確定し、広島市中区の広島刑務所に2008年6月から服役していた。C は2008年にも脱走を図っていたことが後の報道で明らかになっている。広島刑務所では脱獄当時、外米の更新工事を2011年10月から2012年1月末の予定で行っていた。 それに伴い仮米などが設置されたが、監視カメラの資格やセンサーなどが切られていた。なお、広島刑務所は、明治期の1888年に開設され、当時は、周囲は、郊外の農村部であったが、その後の都市化の進行により、住宅街の中にある刑務所になっていた。2012年1月11日午前、広島刑務所の受刑者50人が運動のため、 グラウンドに出ていたが、10時40分ごろに点呼を取ったところ、C が所在不明になっていることが判明した。後に確認した監視カメラの記録映像には、10時30分ごろに C がグラウンドにある用具小屋の屋根に登り、高さ2.6メートルの塀を乗り越える様子が記録されていたが、監視する職員が見落としていた。C は、 その後は窓四つ対事務所の屋上に登り、工事のために設置していた仮ーと工事中の外塀を足場などを利用して乗り越え、敷地外に逃走したと見られている。なお、塀の上には、本来は脱獄しようとして接触すると、ブザーが鳴る、防犯線があったが、事件当時には工事のため取り外されており、役に立たなかった。刑務所は、C が、 敷地内にいる者として捜索していたが、外部の市民から C と見られる下着姿の男が、いたとの通報がもたらされ、脱走したと確信し、11時25分になって、広島県警察に通報した。また、C の血痕が着地したと思われる場所に残されていた。C の捜索は、広島県警の捜査員のほか、広島刑務所の刑務官も動員して行われた。 また警察庁は、社会への危険性が高いとして、特別指名手配に指定した。道庁によると、特別指名手配は1995年11月に、オウム心理教、信者二人を指定して、以来、16年にヶ月ぶりである。警察犬の捜査で、東側200メートルの位置にある、吉島公園で、中国人受刑者の足跡は途絶えた。 事件発生により、広島市内の小中学校などでは、児童生徒は、校内待機の後、部活動を中止し、保護者同伴で、集団下校した。脱走した C であるが、1月12日の昼頃刑務所から西へ1.5キロメートル離れた民家に空き巣に入った。衣類やカバンを盗み、中にあった食料の飲食などを行った。それらの事実は、 ビール缶に残された唾液の DNA 鑑定で明らかになった。また、その周辺で事務所侵入や車上荒らしなどを繰り返し行ったと見られた。犯人が確保された場所。正面の銀色の建物に逃げ込んだ県警は C が観音地区一帯にいると断定。約500人の捜査員を投入して捜索した。また、 付近一帯のすべての橋に捜査員を配置して封鎖した。その結果1月13日午後4時半頃、刑務所から 2km 離れた西区天馬町で女性捜査員が中国人受刑者を発見。職務質問で本人であることを認めた。捜査員の連絡で応援のパトカーが来た時に中国人受刑者は近くの建物の非常階段に逃げ込んだが、 そこで身柄を確保された。事件発生後の1月13日付で、広島刑務所所長の島田博士が更迭された。このほか島田を含め13人の職員が、減給や訓告などの処分を受けた。また、事件発生当日の1月13日に、内閣改造により、新たに就任した、法務大臣小川俊夫は、1月18日に、 広島市役所を訪問し、広島市長、松井和美に事件を謝罪している。2012年4月10日、広島地裁で、論告休刑公判が行われ、逃走や窃盗など5つの罪で、中国人受刑者に懲役4年が休刑された。同年5月22日、懲役2年4月の実刑判決が言い渡された。その後、 双方が控訴しなかったので判決は確定した。出典元の記事には実名が使われているのもあるため、それらの記事に関しては実名部をに置き換えている。ありがとうございます。